さてと、続きです。これをどうしようか、どうやって消音しようか。ぶち抜いて、ここに蓋を溶接して、やるってのも手なんですが、ぶち抜けるかどうかが問題。なので、ここにパイプと吸音材を入れて、この中にね、こちら側から。そうすると、ここは、なんだ、横棒が1本あるんで、多分大丈夫。下手にこれをね、取り出すよりは、手間がかからないと思うんだよな。これ出ないよね。この辺きれいにすれば出るのかな。で、そこで40だから、30ぐらい。30くらいで、まあそこまでだけでいいんだ。奥へずっと行っちゃう方がいいんだから、向こうまで行ったとしてそこだから30もいらないぐらい。よし、そうしたら およそ30センチのパイプ2本切ってきました。で、これをこっちから入れて、はい、こんな感じに入れます。で、この周りを、グラスウールで巻きつけて動かないようにしてみようと思います。ちょっときつめに入れれば大丈夫かな。まあとりあえずどんな音になるかだけなんでね。で、これに多分ね、一巻きぐらい、30ミリぐらい、全体が。で、これがおよそ20ミリなので、この周りに1センチぐらいの厚さで巻ければいいかと思います。で、これグラスウール買っておきました。で、グラスウール触るときはこういう手に刺さらないゴム手とか革手とか、そういうのをしてやらないとチクチクするだそうです。よく知らないけど、あんまり触んないもんな。でも何やったっけな、昔ゼファーいじった時にやっぱりサイレンサーをがダメで直したな。うん、結構でかいんだ。一巻きでこんなもん、こんなもんでいいんじゃね。ちょっと厚めで一巻きちょい。なんか普通の綿と変わんないんだけどね。本当はマスクした方がいいのかな。これせがれの買ってた残りなんで、これをもらいます。ここを一箇所止めて、よし、ここ巻いて、もうちょい巻いた方が良かったから。
する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 。そうするとこんな感じ。こちら側が少し下になっちゃうかな。こんな感じでいいか。まあいいや、とりあえずガタガタは言いませんので多分大丈夫だと思います。でここに取り付けていきます。その前にやるともう一本こっちを外しちゃうか。はい、2本目も完成。これをじゃあ組み付けていきます。見栄えがいいように後ろの方で、外から見えるとかっこ悪いですか。よし、できた。よし、ゴープロビデオストップ。で、このメッキのところを手でベタベタ触ったときは綺麗に拭いてからかけた方がいいですね。どうしても指紋とか油は残っちゃうんで。これをそのまま焼けついちゃうといつまでも変なシミ汚れ。表側だけ綺麗だったらいいんですけどね。腹の下まで綺麗でなくても、こうやってあちこち拭きながら、ここオイルが漏れてるじゃんとか見つかったりするんで、こういうのも大事っちゃ大事。よし、かけてみよう。ニュートラ出てねえし。いきます。失敗。静かすぎる。ダメでした。多分ノーマルより静かじゃないかな。まあいいや、とりあえず今それなりのを頼んでありますんで、それがついきたらまたいじります。はい、無駄な仕事でした。はい、おしまい。